橋本です。よろしくお願いします。今回の動画は、内観道場、内観道場ということのものについてちょっと、ぼやいてみます。前にも言いましたけれど、私は千葉県の佐倉市に住んでいる上渡良平さんという有名な作家さん、有名っていうのは僕にとっての有名な作家さんです。で、この人の、本とか講演とか、そういったので非常に影響を受けて、この内観っていうのを勉強しております。で、特に日本全国に内観道場っていうところがありまして、そこに行ってね、3日間、こもって、自分の内側を見るっていうそういうことをする場所がいくつかあって、実際にそこに行って、やるっていうのが本当は一番ベストだと思います。ただやっぱ3日間っていう時間と、費用と、それから休みを取るっていうそういった意味も含めるとね、本当のある程度覚悟がないと、そういったところに参加できないんじゃないかなと思います。で、どんなことをやるかっていうと、畳2畳ぐらいの小さなお部屋に閉じこもって、そしてひたすら内観するんです。朝の9時ぐらいから夜の7時8時までずっとです。そして1時間に1回、係の人が来て、襖越しで、今何を感じてますか、今どんな境地ですか、でその時に感じたまんまをそこで話して、そうでしたか、分かりました、じゃあまたそのまま内観続けてくださいつって、また離れていくんです。で、何をやるかっていうことなんですけど、一番最初はまずお母さんなんです。お母さんの、生まれた幼少期、幼稚園ぐらいまでのこと、それが終わったら次小学生低学年みたいな、順々に、記憶を思い出していく作業をやります。その時にたった3つのことだけ確認します。母親にしていただいたことは何ですか、母親にしてあげたことって何でしょうか、3つ目、母親にしてあげられなかったことって何でしょうかって、なんかね、こんなことだけです。これたったこれだけ。これをですね、永遠と内観するんです。ずーっと内観。何のことしてくれたっけな、何をやったかな、どんな思い出があったかな、あの時どういう、こんなこと思ったけど、ひでえ言葉浴びせちゃったなとか、あの時にしっかりお礼言っとけばよかったなとかさ、ね、そういうことをね、ずっと淡々とやるんです。ね。だから自分の内側、自分の魂と会話するんです、自分が。まあ、それをやるんです。ね。たったこれだけのことです。でも、今、この内観をするっていうこのこと行為が今めちゃくちゃスポットライト浴びてるんですよ、とても最重要って言われてるんです。アセンションしたい場合、アセンションするためにはですよ、次の高次元意識に自分が行くためにはですよ、やらなくたっていいんです。こんなことやりたい人だけやればいい、ね、だけどもうこの3次元の競争社会をもう抜けたいとかね、どっちが正しくてどっちが嫌だとかってね、いつまでも二元論やってるのが嫌だとかね、こっちで戦争してるとかね、そんなのが嫌だとか、会社行ったらね、いじめがあるだとかなんとかね、ここの仕事すれば金が儲かるとかなんとか、もうね、そんな次元をもうね、もうどうでもいいと、もう本当に魂から平和ね、心地のいい世界にもうシフトしたい、そういうふうに本当に真剣に思っている人だけがやればいいのがこの内観です。だけど、実例として、今ソフトバンクホークスの2軍の監督やってくれてる、小久保さん、ね、元全日本プロ野球の監督も歴任して、ホームラン王とかも取ったあの小久保さんは、この上渡良平さんの、お弟子っていうか、尊敬に値する人になっていて、やはりこの方も、ね、あのじあの
要するに野球業界では大成功者ですけれども、そんな方でも毎年内観をしてます。そして自分の選手たち、それから選手とは関係なくそのご縁をしていた人たちでさえも、この内観はすごいんだよと言って、進めてるっていうのが実情です。それから、高校野球で言えばね、福島県でもうしょっちゅう甲子園に行く聖光学院の、斉藤監督さんもこの神渡良平さんの影響を非常に受けておりますのでね、こういったその内科ね、これに関することは本当によく勉強されているし、これがとても大事だと思うからこそ、その教え子たちである高校生の子どもたちに野球はもちろん教えるんですよ。野球は教えるけども、こういう精神性の内観、それからそれを使って偉人になった人たちの実際の振る舞い、行動、言葉遣い、そういったことを本当に学んでるんです。で、年に1回千葉県の鴨川というところにわざわざ福島の高校の野球部員が来て、そこで合宿をするんです、野球部の。そこに神渡良平さんが行って、こういった話をなされているというようなことがあります。これはちょっとした例えで、他にもいっぱいあるんです、エピソードは。だけど、時間の関係で、簡単なご紹介はこれで終わらせていただくんですけれども、いずれにしてもこの内観というのが、めちゃくちゃ大切になります。で、これを続ければ続けていくほど、自分の心がどんどんきれいになる、魂のお掃除ができるわけです。お掃除ができると同時に、できたっていうこと自体がもうどん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 波動が上がっていくっていうことです。波動が上がっていくっていうことは、どん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 宇宙との意識がつながっていくので、宇宙からのメッセージが降りてくるってことです。宇宙のメッセージが降りてくるっていうことは、宇宙の英知を、知恵をいただくっていうことですから、人間同士の、浅はかな考えに基づいた、その振る舞い、行い、行動というのとわけが違うわけです、で、この宇宙の法則に沿って、そのアドバイス通りに、行動を起こす、仕事をする、コミュニケーションを取るってことをやると、全てのことがなんだか知んないけどうまくいっちゃう、次から次へとシンクロニシティが起きていく、こんなようなことが体験なさってしていくってことです、これは体験した人しか分かりません。まただっていう風になってくるんです、で、これを、体験してしまうとですよ、自転車乗りと一緒で、もう一度習得しちゃうと、かえってこれを捨てることができないんです。できない。もう癖になっちゃうんです、これがね。自転車乗ってて、普通に乗れるような人が、今度、乗り始めたことでしょっちゅう転んだり、こけたり、つまずいたりしてたけど、あれもう一回やってごらんって言ったってね、逆に怖くてできないでしょ。転ぼうとする行為が怖いわけ、今度つまずこうっていう行為がある、それが怖いの、と同じで、一度こういう五次元シフトのことを体験する、アセンション的な体験をしてしまうと、もうそこから、要するに波動の低い状態のライフスタイルにはもう戻れないんですよ、だから、このことを、なんていうか、理屈で分かろうって思ってるうちはダメで、センスとしてとにかく直感的にやってみて、やった結果、なぜか知んないけど、こういうことを体験しちゃった、そういう感覚の方がすんなりとアセンションに近づいていきますんで、あんまり左脳使ってね、理屈こねたり、へりくつ言ったりするのは、もうやめた方がいい。で、特に私、いろんなたくさんの人たちと一緒にこういう話をして、会を作って、アセンションの会とか、目覚めの会とか、いろいろやっておりますけれども、もうほとんどが女性です。男性はほとんど、3人とか4人。だけど何回か来たらまた来なくなっちゃう、男は。やっぱりずっと来てくれるのはもうほとんどが女性です。で、ここちょっとピンとくる人はピンとくりゃと思うんだけど、わかります？女性の方が
結局感性で生きてるってことです。ね。子宮で生きてる。ね。うん。右脳で生きてる。まあ、いろんな言い方は何でもいいんです。とにかく女性の方が、ね、宇宙に近い存在なんです。ね、だから、女性にはかなわないんです。はい。ね。だから、とにかく男性は女性のことをとにかく大切に、大切にして、下から支えるんです。で、女性が主役で、女性が花が咲くように、安心して飛び跳ねるようにしていくのが、これが平和の道です。はい、で、地球自体もガイア、ね、言って、結局女性のエネルギーですし、風の時代になって、これも女性的なエネルギーなんです。なので、もう男性社会はもう終わったんです。これからは女性性ですので、その辺も含めて、こういう、波動の話、見えない話、不可思議な話、それから基本に戻りますが、この内観、ぜひチャレンジなさってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。